クラウス・シュルツェは、ドイツ・ベルリン出身の作曲家。主にシンセサイザーや CE 検査を使用した、ミニマルかつ対策的な楽曲で知られる。分類的には、プログレッシブロックの延長線上の電子音楽、クラウトロックともみなされるが、後のテクノやエレクトロニカ、アンビエントミュージック、1988年発表のエントランスは、トランスの起源にもなった。過去、日本では、 クラウス・シュルツという表記が一般的であった。初期にはタンジェリン・ドリームとアシュラ・テンペルにドラマーとして参加していたが、ビル・リヒトでソロデビュー。これと2作目のサイボーグはオルガンおよび電気的な変調を駆使しつつ、オーケストラのストリングスを単音で延々と鳴らし続けさせるという変則的な曲調で、一曲あたりの時間が非常に長い対策思考であることを除いて、 後の作品とは一線を画している。3作目、ブラックダンス、あるいは、ピクチャーミュージック以降はシンセサイザーをメインに据えた、現在に通じるスタイルに転向。以後は、30年以上にわたって、ソロ活動を続け、多くの作品を発表し、初期のシンセサイザー音楽、電子音楽のパイオニアの一人とみなされている。また、ソロ作品では、本名以外に、 リハルト・バーンフリード、またはバーンフリードという変名も用いて、平素とは全く異なる、方向性の電子音楽の制作を行っていたことも、ある。空ラをアルバムにおいては、ディレイを伴うシンセサイザーのシークエンスパターンを、基本に、ストリングスや、宇宙的なイメージの効果音が、しばしば多用され、即興的なシンセサイザーのソロパートが、重なっていくというタイプのミニマルミュージック的な、 楽曲が特徴であり、一つの独自なスタイルを確立している。ただしすべてシンセサイザーのみで構成された作品は意外に少なく、他の奏者による声楽器やドラムなどの人力による演奏との共演が多いことも特徴。この点ではタンジェリンドリームと共通点があるが、タンジェリンの方がよりミニマル色が強く、シュルツェは古典派の影響を受けた重厚で壮大な、 楽曲としての側面が強い。2005年には病気で倒れ、一時は生死の境をさまようほどの事態となったが、完治。2007年、音楽活動に復帰した。他アーティストとのコラボレーション活動としては、ピートナム・ルックと共に制作した、ザ・ダークサイド・オブ・ザ・モーグーシリーズや、ム・ヤマシタの、ゴー、自身のアルバムでのマニュエル・ゲッチングや、ハラルド・グロスコフとの共演等が挙げられる。 また、日本の作曲家である、北郎は1975年にヨーロッパでシュルツェと出会い、その下でシンセサイザーについて学んだ。北郎が当時に所属していたバンド、ファーイーストファミリーバンドのレコーディングのプロデュースをシュルツェが行っていたという関係がある。2010年に来日公演を行った。基本的にすべてがライブや別バージョンなどの蔵出し音源。 初期タンジェリンドリームやアシュラ・テンペルといったバンドの一員としての作品は除く。ピートナム・ルックとの出会いは不明であるが、10年以上の長期にわたって活動10作をリリースし一度完結宣言が出されたが、2008年4月に第11作目が何の前触れもなく突然発表された。ありがとうございます。